です。こんにちは、丹野うたなです。おやつの時間とエトセトラ第6回を始めたいと思います。今回も私からの発表です。今回はちょっと6月の初めに私すごく好きな場所に行ってきました、はい、あのね、子供の時から私住宅展示場が大好き で、住宅展示場とあとあのそう、私が子供の頃は建て売り住宅のすっごい広告が多くて、うん、そのお家の広告のあの間取りを書いた見取り図が私は大好きで、うんうん、あれを自分の机を持ってって、うん、そこで常に妄想を繰り広げてたわけ、うん、ここ夢がありますね。そうそう、ここが誰のお部屋でとかここの台所なんだなとか、うん、建築家の作った何々邸的な、うんうん、まあ、かつてのブルジョワが横断して建ててもらったお家が今、うん、あの見学できる場所になっていたりするっていう、うん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 、もうそれは私にとって本当に住宅展示場のなんていうんだろう、だいぶステップアップしたような贅沢なアルバアルトっていう建築家がいて、うん、フランス唯一のアルト建築っていうのが、うん、パリ郊外にあるのね、うんうん、でそれが一軒家なんだけれど、うん、何年か前に一度だけ行ってすごく素敵なお家でさ、外観はねこんな感じなのね。え、斜めにそうなの。まず入ってここね、ここカーペットの手前が、うん、すごい浅いね階段なのよ。昔はこの窓のね向こうの木がこんな生えてなかったから、うん、もう景色がすごい一望できたらしいんだけどね、うん、これがねダイニングなのね。わ、天気いいですね。この人が設計したと。そうなのよ、ライトもでね、私このライトが大好きな。これは寝室で、うん、これカブ、確かにカブっていう名前の、カブって名前、カブって名前なんだって。これがお台所の窓の取っ手で、ここのねお家が大好きで、中学1年の家庭科の調理実習で初めて作ったのがマドレーヌだったの、うん、うちのクラスよりも先に実習をやっているクラスがあって、うん、ある時その調理実習室の外を体育の帰りかななんかに通ったらすっすごいいい匂いがして、うん、窓からね漂ってきた香りにふわーってなってで実際にまあ調理実習でマドレーヌを自分たちも作って、うん、その時に、あ、私この匂いでお家を満たしたいっていうのが、うん、私がお菓子作りを始めたきっかけで、今回この場所に行って今ここでなんかお菓子を振る舞うとしたら何作ろうって思った時にカヌレって思ったの。そのカヌレはなんでそれを思ったかっていうと、ビストロポールベールっていう、もう私がすごい好きなあのビストロがジュイクにあって、そこは食後のコーヒーに必ずこのちっこいカヌレがついてるの、かわいい。これすごいちっこい、こんなこのダイニングで白いコンポート皿みたいのにカヌレが積んであるの。あ、いいですね。とエスプレッソっていうのはかっこいいここに行った後に、あ、ちょっと私一回カヌレたくさん焼いてみたいと思って、うん、そうそう、イメージがマドレーヌじゃなくなったんだよね。もうずっとここ一人でさ、ずっとこうやって動画撮りながらカヌレかな私実はカヌレやりたいって思ってて。あ、本当？あ、じゃあカヌレ作ろうよ。思いました。どっち、私なんか作ったことがないから型を買うところからなのね、うん、カヌレでまあ大きいのも作ったら、うん、カヌレを切ってデザートにしてみるのもありかもしれないね。ないけどそういうの。確かに見たことないから、うん、でもさ、プリンアラモードみたいにさ、うんうん、かわいいっぽくないカヌレアラモード。いや、それやってみようか。そうですね。
たっぷり作って、ね、あ、いいね、はい、ということで今回はカヌレを作りたいと思います。はい、はいなるね。すごいな。はい、じゃあ入れましょう。結構緩くなりそうです。すごいいい香りだね。これで。おいしい。このリッチさ、うん、見てほしい。うおうわ、なんてこと。え、すごい。大丈夫？なんてことだ。釣りができそう。リッチすぎませんこれ。なんだ？あのね、ミニスイカの。スルルっぽいんだ。これも。カレンツ。たっぷりつやつやですね。つやつや、プリプリでしょ。いくらみたいなんかこれをカヌレアラモードにするんだあ、嬉しい。兄弟みたいだけど、はい、酸味は少ない。これの方がいただきます。うんうん、美味しい。美味しいよね。思ったよりなんか色的にそんな結構酸っぱいのかなと思ったんですけど、うん、意外と甘くって、ぶどうみたいな。そう言ってた。うん。ちょっとぶどうみたいって。ぶどうっぽい。うん。美味しい。でも。こうでいいのかな。やっぱ塗った瞬間に固まってくるんですけど。本当だ。え、ほら。あ、でもこれならもしかしたらこうやって本当にやってた方がいいかもね。
難しい。どうやってやるの？どうやってやる？おー、そうなるんだ。あ、でも足りない。こっちが全然。確かに。難しいですね、これ結構。どうやってやったらいいんだろう。意外に塗った方がまんべんなくいくかもね。さあさあ、早くスピーディーに、スピーディーになる。 いいじゃん。うわぁ、脂肪飛び出てる。回すも一回。あ、でもさ、カヌレっぽいじゃん。あと10分で通常のカヌレのような姿になるのか。あのさ、カヌレアラモードにするんだったら、これでも可愛いかも。あー、確かにちっこいので、小さいの、うん、いいですね。こっちがいいかと思ってたけど、あ、なんかフランスっぽくない？こっちはイギリスのお皿なんだよね。あ、そうなんですね。そう、どうだろう。これ大きい方のカヌレ。あ、ちょっとラブリーに1個。確かに確かに。でもカヌレが真っ黒だから意外に締まるよね、うん、多分、うんうん、この間話してたのはこれ。あ、ちょっとオーバルな、うん、これもこれプリンっぽいけどカヌレも、うん、いくよ。あ、焼き色ついてる。こんなにこんがり。ちっちゃいんだけど、先取ろうか、うんうん、でもこの出してる間にさ、しぼむかな。あ、やだ。え、スフレみたい。あ、本当だ。え、ちょっと取ってなかった。スフレっぽい。もうちょいこれだけ焼く。あ、いけるよ、こうしたら。あ、いけそう。でも硬くない。あれ、かわいい。何これ、何これ。あんな背が高くなると思ったのにすごい縮まってるんだけど。うん、でもこれだけ焼いてもこの焼き色なんだね。結構柔らかい感じですか？とても柔らかい。うん、なんか今新食感ですね。うん、味はすごく美味しい。これバニラ十分じゃない？確かに。かわいい。プッチンプリンみたい。色的にはプッチンプリンの逆だよね。うん、確かに。これ美味しそうじゃない？ね、そうになってる、ね、そうになってる。でもこれまたぺちゃんこなのかしら。ちょっと、うん、なんでこんなさプッチンプリンなんだろう。熱で食べ
率やっぱいいですね。すごいね。うん、あ、カリカリしてるかも、これは。本当？うん、カリカリしてる音する。うん、あ、おいしい。温度下げない方がいいんだ。おいしい。なんかちょっとキャラメルっぽくなってます、外側が。お、いいね。で、なんかちゃんともちもち、もちもち、もちもちっていうか、ちょっととろとろっていう感じ、うん、で、小さい分、全部がギュッてなってて、うん、美味しいです。よかった。いただきます。うん、これはすごくうまくいったね、うん、問題は高さだけだ。そうですね、うんうん、ちっちゃいのだけを焼くことにして、うん、200度で焼くのがいいかもね。そうですね、うん、うん、うん、もう絶対カヌレアラモードはこっちの焼き温度がいいですよね。カヌレアラモード美味しそうだよ、でも、うんうんうん、でもさっきよりちょっと。本当だ。うん、温度下げない方が、うん、でももしかしたら初めて使った方でしたもんね。あ、確かにね。それもあるかも。なんかちょっと馴染んだりしたんですかね、うん、なんか砂糖とか。あ、いいの、半分くる、うんうん、まだあったかいし、うん、じゅわってやっぱバター塗ったからじゅわって、うん、あ、おいしい。大きいのも？うん、大きいのは、うん、中がおいしい。中っていうか、大きいの。やっぱバニラ強いですね。そりゃそうだよ、うん、あの量だったもん。リッチ、うん、いただきます。トロトロだ、うん、うん、っていうか、とっても甘いから、うん、なんだ、欲しくなる、うん、うん、これの後に食べるのすごいね。餅って知ってるね、これ。そうですね、うん、あ、これなんかパイ生地みたくなってる。うんうんうん、うん、うん、下美味しい、すごい。こっちの方が粉っぽい、うん、
分量多いかったんですかね。いやちょっとこれもっと作りたい。そうですね、小さいサイズ。そうだね、うん、いいですね。うん、2日にわたって、はい、お疲れ様でした。美味しかったあ、でもよかった、マドレーヌよりも嬉しいと思う。これがず、ね、テーブルに積んであったしね。確かに確かに、匂いも本当に充満してたし、ね、よかった。ちょっと冒険だったけど、はい、よかったです。じゃあまた次回ピクニック、そうですね、外に出たい、うん、天気のいいうちに。うん、ちょうど良くなる、うん、割と、うん。